私とリラは周りを見てくる。お前たちはここに痕跡がないか探してくれ。少しいいかな、ライザ。ボスのことでしょ。もう話さなきゃダメかな。レント、タオ。ああ、クラウディアも、もう話せるくらいには付き合いも深くなったと思うよ。So what, backstory time? うん。前もって断っとくけど、つまんない話だよ。お願い。Well, Claudia has the right to know what the hell's going on, so yeah. 子供の頃は、ボスとも仲が良かったんだ。親の家とか気にせず、一緒に抜け出して遊んでてさ。10年くらい前かな。4人で南の水没区画を探検してた時、私が足を滑らせて湖に落ちて。あの辺りは妙に深いところがあって、一度足を取られるともがいてももがいても吸い込まれていっちゃうようで、伸ばした手がかろうじてレントに引っかかって、3人まとめて波に飲まれないよう必死に踏ん張って。3人いつの間にかボースだけいなくなってたんだ。僕らは見捨てられたみたいに思えて寂しくて。冷たい波でしがみついてた手がしびれてきてよ。もうダメだ、みんな引きずり込まれるってとこで、ボスの呼んできたアガーテ姉さんが俺たち全員まとめて引っ張り上げてくれたんだ。おお、ボス called back up. They thought boss was running away, but he called back up instead. 俺たち、みんなそこに引きずり込まれる寂しさと怖さで怯えきっちまってて、つい叫んでたんだ。なんで一人だけ逃げたんだってさ。ボスの正しさは頭では分かってたんだよ。なのに行っちまった。ボスのやつも大人を探しに行ったんだって怒り返してよ。I mean, boss kind of, because from boss's perspective, right, he was trying to help the trio, but in a different way, because they were kids, and you know, kids, they didn't really have the right mindset at the time. So from boss's perspective, right, he wanted to rescue them, but he knew that there's a possibility that the three of them might not have enough strength to pull Ryza up. So he decided to get help, which is Agatha. But from Tao and Len and Ryza's perspective, right, they thought that boss abandoned him. So okay, so it's a matter of a misunderstanding. 覚えてる。本当に大事な時は逃げたりしない。俺はブルネン家の男なんだって。それで喧嘩になったの？いや、ならなかった。なんとなく別れて、本当になんとなく、それっきり付き合わなくなった。All because of one misunderstanding. お互い気まずくなって、交わす言葉もトゲトゲしくなって、いつの間にか今みたいにいがみ合ってた。多分ボスはあの時からずっと私たちに見せつけたがってたんだと思う。見せつけるって何を？かっこいいところ、強いところ、すごいところ、そんないろいろ。なるほど。それでお前たちに追い越されることに焦って、今度みたいに全部取り上げようとしたわけか。Yeah.
do you really have to like eavesdrop about their conversation, Ampel? Ampel-san. Then to the sunken mine we shall enter. Hopefully we get to explore the new area inside the sunken mine. あのバカ、行き止まりの水没行動にまんまと入ってやがる。ここならすぐ引き返してくるね。ここで待ち伏せして待ってようか。二人が戻ってきたら大冒険のご感想はって聞いてやろう。みんな嬉しそう。嬉しくない。ロール、安心するのはまだ早いぞ。一応ここにも魔物は出るんだからな。そうだ、先行する二人は我々とは違う。なお何か来る。エンブッシュ聞こえる。足音かな。ランバ、なんでそんなに慌てて。なんで一人なんだ、ボスは。助けて、ボスさんが、ボスさんが。Oh, now what? ボスがどうした。この先の遺跡まで魔物を追いかけてたら逆に襲われて離れ離れに。 Oh shit。 遺跡？ここにそんなものがあるわけ。それより魔物ってどんなやつだったの。初めて見る、でっかい獣というか虫みたいな、不気味に赤く光ってて。 Oh please do not tell me we'll be getting our boss fight over here。 イルフサだ、なんでこんなところに。くそ。待てレント、冷静になれ。後先考えずに飛び出すな。くそ。ボーズ、ここから村まで帰れるな。アガーテ女子に危険だから後を追うなと伝えろ。え、返事。はい。よし、行け。遺跡ってどういうことだろう。行ってみればわかる。私たちが調べたときは何もなかったはずだ。よし、急ごう。わあ、ひんやりしてて気持ちいい。I'm just gonna keep moving forward for now, okay? And it's safe to assume that the ruins is right around here. Yeah. Because earlier on there was water. なんだよこれ。以前はここ水に浸かって塞がってたよね。Yeah. The last time that I came here, this area was flooded.潮の干満程度でここまで水位が変わるなど考えにくいが、どういうことだ。理由は何にせよとんだ見落としだ。ビルフサは水を苦手とするって特徴に足を取られたな。あの石膏はここを通ってきたのかな。何でもいい、とにかくこの先だ。私たちもここからは初めてだし気をつけないと。クラディア、後ろも見張っててね。はい、大丈夫です。オープス。よし、冒険だ。新しい何かを目指して。 Here we are at the river cave. か、私はあまりいい思い出がない。やあやあ、走るだけでも
多少の薬効があると聞いたことがある。どうする？Whoa, 500 HP? Oh boy. There's a reason why we are not allowed to enter earlier on. I'll just perform normal attack. Let's see what we can figure out.つけるのに向いてるかもな。ない。宝石っていろいろあるな。見た目も似てるし、あった。少しずつ覚えていかなきゃ。Engage.Or should I say, activating combat mode? One down already? Ikima!
早っ。いくよ、いくよ、一気に叩くライザ、一緒に、それそれ、いきます。Okay, that was a little too easy. Let me check the area first, just in case. Yeah, only the hammer works. よいしょ。宝石って金属の元だよね。変だな。やっぱり普通の石より重いのね。これなら余裕だね。 And it's only you. 当たれ、いきます。おや、それ、はい、それ、ああ、I see you. I see you. この調子で頑張ろう。島にはあまり鉱石ってないよね。全くないわけじゃないけどさ。よいしょ。液体って重たいんだよな。You can never have enough resources. Okay, let's just keep moving. Oh, I think I see new enemies. So let's see for safe. よいしょ。水はなくなってからその大切さに気づく。よいしょ。Yeah, Archie Odin. One down. Here you go. My turn is easy. This is my stage.Got a red drop, nice. もう終わりかよ。よ、どうする？な。Oops, wrong button. Sorry. これならどう？それ。おや。おや。一気に畳み立てないか。一緒に連射。それ。行きます。ここが私のステージ。ねえ、俺のだ。ユーヤカシャ、ノーベルジョーバイチャンピオン。もう終わりかよ。おう。He's got 5 items, okay. Yo, これなら余裕だね。行くよ。行きます。One down, two to go. 行きます。それ、えい。行きます。Never mind. さあ、どんどん進もう。Five.
くんだい？ Hold on, let me head back. No, actually, I got a better idea. Do not engage. I try my best not to engage. But what I'll do is I'll head to the next area first. Well, let's just keep moving for now. よいしょ！薬になる材料っていろいろあるんだね。知らなかった。よいしょ！ Sweet leaf. Okay. Whoa, I see a new type of monster at the bottom over there.さなら俺でも集められそうだな。肩慣らしにもならねえな。行くよ。行きます。オンダーオンディゴ。Red drop thing, okay. この調子で頑張ろう。まだまだ強くなるよ。また一つ強くなれたぜ。よーしょ、取れた。植物はたくさんあって困ることはないよね。よーいしょ。おー、ラン。オーケー、ラッキー。ラッキーでかいスロー。これならどう？一気に畳み立てないか。一緒に連射。行きます。見える瞬間を見て。それ、ここが私のステージ。Another red drop. Cool. この調子で頑張ろう。演奏も上手くなってるかな。This has to be a...Yeah, a landmark. Let's just, whoa, another landmark over here. Oh boy, he has been an enemy. Got him. Go on.Got a red drop, nice. さあ、どんどん進もう。Yeah, these are new enemies.Defeat King of Sumsweet Land. Okay. こんな植物でいいのかな。Why do I feel like this? 酸性の植物は食べられる。毒のあるのもやり方によってはな。Hold on. I'm sorry, Claudia, but I'm changing formation. Just.
That's for sure. よ、手短に済ませるぞ。行くよ。おや。おや。I'm pretty sure I'm getting the attention. 行くよ。そこだ。おや。行くよ。大丈夫。やってみろ。もう終わりかよ。取れたよ。何の植物かよくわからないけど。よし、あった。The coral is downstairs. But never mind, let's just focus on the main story for now. And I believe we're entering a new area. 先にこんな場所があったなんて。あれはクリント王国の遺跡？何なんだ、俺。島からそう遠くない入り江なのかな。こんな遺跡がなんで今まで見つからなかったんだろう。湖の潮流が狭い入り江の手前で巻いて船を近づけないのだろう。しかしそんなことより、ああ参ったな。まさか今見つけちまうとは。見つけるって何をですか？私たちの目的だよ。さっきの坊主がピルフサに出くわしたと聞いて、もしやと思ったが、大当たりだ。オッケー。もしかしてこの遺跡の中に？そうだ、間違いなく。ここに異界への門がある。悪魔の野の本命はもっと北だと思っていたんだがな。ボスの野郎、こんな見るからにヤバい場所にひょいひょい入っていっちまったのかよ。フィルフサがどこに潜んでいるかわからない。さらに用心して進むぞ。はい。島と同じような感じがするな、この辺り。全然違う場所のはずなのに。All four elements, you. Raisa, tanong da. Obviously, I have no idea how to use the stats. Sa, don don, susumo. Boy, new enemies. As much as I would love to keep exploring, but right now I need to focus on the main objective first. Yo, これなら余裕だね。 Oh, and they don't attack on sight, unlike those little orange. Oya. Hey, そこだ、そこだ。見てえな。行くよ。そこだ。Oya. Hey, ライザ、やってみろ。そこだ、そこだ。ライザ。頼んだ。みんな、ライザ、やってみろ。連射。やっ。やっ。And down。もう終わりかよ。
They don't attack on sight, but... 手短に済ませるぞ。行くよ。おりゃ。行くよ。そこだ。そこだ。行くよ。ライザ、やってみろ。そこだ。ライザ、頼んだ。行くよ。おりゃ。そこだ。みんな。ライザ、頼んだ。やってみろ。それそれ。やばい。さあ、どんどん進もう。Nothing? Really? Never mind. Okay, these are different. これなら余裕だね。行くよ。Fine. 行くよ。行くよ。そこだ。そこだ。やお。行くよ。そこだ。そこだ。ライザ、頼んだ。行くよ。ワンヒット。行くよ。さあ、どんどん進もう。手短に済ませるぞ。行くよ。おりゃ。おりゃ。行くよ。ワンダウン、ワンドゴー。ライザ、やってみろ。ダン。もう終わりかよ。Okay, back to focusing on the main quest. よいしょ。I'll definitely come back and explore this area later, but now we gotta focus on the main objective. いつ敵が出てくるかわからん。油断するな。Oh boy, there's a shot in front of me. Gotta see first. Time.手短に済ませるぞ。Okay.行くよ。おりゃ。 And the worst part, the secret police are confused to all four even. Like, what the heck? そこだ。おりゃ。行くよ。ライザー、やってみろ。一気に畳みかけるよ。そこだ。そこだ。ライザー、頼んだ。行くよ。そこだ。そこだ。そこだ。おりゃ。そこだ。使って。そこだ。こいつも暗いな。インパルス。そこだ。そこだ。ジャガン。次に行こう。あ、ボロックス。出れん。肩ならしにもならねえな。行くよ。おりゃ。そこだ。行くよ。うてえな。うてえな。行くよ。そこだ。一気に畳みかけないぞ。やってみろ。たくさん降ってきて。やってみろ。終わりだ。You think that's the end? Not done yet. ここだ。Now what? もう終わりかよ。Nothing dropped really.よーいしょ。
キラしていて綺麗ね。宝石が嫌いな女の子なんていないと思う。あ、The Tree of Creation? One of the rarest known ancient artifacts. Okay. It's a gathering synthesizer. Place a material into the container you like as a catalyst to create a new world within it. Enter the container and explore a totally new, completely self-contained world. Okay. Whoa! Okay, this one attacks on sight, so it's definitely a different enemy. Hey! Naisa, get it! It's there! Naisa, I'm on it! Level 3. I think he's done for. Yep, he's done for. More, what are you? Ah, come on, really? Well, what the hell? What the hell? Okay, hold on. Let me head back and put my items first. So now that I've got this gathering synthesizer, what do I do? I don't understand the exact process, but you simply choose a catalyst material and put it in the bottle. From there, it will create a tiny world within the bottle based on what the material is or what it can do. So if you use something really good, then you wind up with a good world. In theory, we don't know for sure unless we experiment with it. Okay. Well then, why don't we try it out? Gathering synthesis. Insert any material into the gathering synthesizer to create a new gathering area within the bottle. The place in the bottle is a whole other world where you can gather materials and battle monsters. What you can gather will change based on the item you put in initially. Only one world can exist per bottle, so if you want to see another one, you have to erase the first one. You can obtain more bottles out in your own world, which will allow you to create more new worlds. Each time you explore a battle, its visit count will decrease. Eventually, you won't be able to explore it anymore. You can restore the visit count using gems. Also, the world you create can be given passport that you can share with other player. Create lots of rare worlds to share with player all across your world. Okay. You can raise the bottle level up to level 200 with transfer material. However, when re-synthesizing another gathering location, the level will be reset. Use the gathering synthesizer. 今回のボトルは30どこに行こうかな。
Okay, let's head back to the hidden cove and into the Montini cat. Yes, ikuzo. Raiza が先頭でいいんだよね。僕は後ろからくっついて。これなら余裕だね。おりゃ。行くよ。そこだ。行くよ。そこだ。せい。ライザ、やってみろ。そこだ。そこだ。ライザ、頼んだ。そこだ。みんな。ライザ、頼んだ。やってみろ。当たると痛いよ。おりゃ。次は俺の番だ。あとは任せろ。That's like about 150-ish damage from 行くよ。ないな。一気に畳み立てないぞ。やってみろ。当たると痛いよ。そこだ。おりゃ。What a red drop! もう終わりかよ。やあ。Clean water and clean poison. Okay. やあ。ちょっと僕に近づかないでよ。虫が嫌いなの知ってるだろう。Okay. Giant beetle. Underworld rotwood. Kimo, oku naru to. Yep, kore nara yoyu da ne. Iku yo. Hey. Hey. Soko da. Iku yo. Hot. Hot. Nice. Yatte miro. Oya.行くよ、行くよ。おりゃ、みんな、ライザ、頼んだ。やってみろ。当たると痛いよ。おりゃ、そこだ、そこだ。次は俺の番だ。あとは任せろ。そこだ、そこだ。そこだ、そこだ。行くよ。行くよ。そこだ。名前、ジョブだ。次に行こう。まだまだ強くなるよ。また一つ強くなれたぜ。あるんだよね。怖いけど必要なら取らないと。や、油断はするなよ。おりゃ。 The gladiator is 1k HP. What the hell? Okay. 痛えな。はっ。そこだ。行くよ。ライザ、やってみろ。そこだ。はっ。ライザ、頼んだ。そこだ。そこだ。おりゃ。一気に畳み立てた。やってみろ。連射。サムリンスタディン。レッシュゲットジョブダン。さあ、どんどん進もう。油断はするなよ。セーフ。バイクディロン。行くよ。行くよ。行くよ。そこだ。行くよ。アイテムどう？そこだ。行くよ。ライザ、やってみろ。そこだ。そこだ。ライザ、頼んだ。行くよ。セーフ。まだ。セーフ。
くよ。えい、せい、一気に畳み立てないぞ。やってみろ、連射。そこだ、そこだ。Let's get it done。次に行こう。立ち止まっている時間はない。毒があるから気をつけろ。間違っても口に入れるな。We sent for Scream? These are definitely new items.取れたよ。 Why did I feel get it mean that this one away is a...よー、これなら余裕だね。Maybe not。せい、そこだ、そこだ、行くよ。It looks like a mini boss for a brief moment, but then that is just a mini boss。行くよ。ライザ、やってみろ。そこだ。行くよ。ライザ、頼んだ。そこだ。もう終わりかよ。よし、あった。これ毒があるんじゃねえのか。おいおい、触っちまったけど大丈夫かよ。これは毒があるはずだよ、気をつけてね。This area has a lot of poison related stuff, man. What the hell? これなら余裕だね。 And these enemies, they don't attack on sight. 行くよ。 そこだ。 行くよ。 そこだ。 ライザ、やって行くよ。 ライザ、頼んだ。みんな、ライザ、やってみろ。連射。次は俺の番だ。これつける。終わりだ。Damn. But obviously they didn't get the job done. 行くよ。Now, もう終わりかよ。This one done. What a better report done. Islander status done.This is tactic to level 5. Defeat King of Storms with Len. Where is this King of Storms? Mirage Master. Noble Paladin. Use Glacial Frog. Unleash Lila's Action Order in battle.Golem Core, okay. Bye. これなら余裕だね。おや、おや、行くよ。そこだ、そこだ。ライザ、やってみろ。そこだ。ライザ、頼んだ。みんな、一緒に決めるよ。それそれ、そこだ。やってみろ。
I just realized. あとは任せろ。サポートするよ。そこだ。次に行こう。やあ！こんな感じでいいか？木を見つけるだけなら簡単だぜ。Okay, I think that's key the areas.として働くはずの聖堂が崩落しちまってる。門が開いた原因は湖による浸食か。ここまで見つからなかったってことは、まさかボースはこの先に。ああ、間違いない。別の大きな何かが彼を追った後もかすかに残っている。ああ、hell, we're going to the underworld already?フィルフさんに追われて門の中に。 それってボース君が異界に行ってしまったってことだよね。ああ、そういうことだ。結婚がないのは不幸中の幸いってやつか。あいつ逃げ足早かったもんな。いつもふんぞり返ってるから知らなかったよ。行くよね。そりゃそのためにこんな怖いところまで来ちゃったんだし。止めろとか帰れとか言うには遅すぎると思うな。クラウディアも度胸がついてきたな。もうダオ以上なんじゃないか。覚悟を決めているところに冷や水浴びせて悪いが、異界はあのフィルフセがうろつく危険な場所だ。だから決して気を抜くな。私はアンペルの護衛に専念するから、お前たちの手助けはできないぞ。分かってる。自分のことは自分ででしょ。見てろよボース、かっこよく助けてはがみさせてやる。本当こんな目に遭うなんて少し前までは想像もしてなかったな。私も。でも後悔とかは全然してない。させる暇なんてあるわけないでしょ。はい、to the underworld。な、おい、たく手本見せる暇くらいは作れよな。では、行くか。おお、here's how the underworld looks like. Okay. フサの本拠地にふさわしいといえばふさわしいけど。タオ、あまり人の故郷を悪く言うもんじゃないぞ。人の故郷？不気味な異界。そうだな、お前たちはそう感じ、そう呼ぶしかないのだろう。しかしこの森には昔、もっと違う眺めと名があった。心を温める美しい眺めと名だ。リラさん、まさかここがリラさんの故郷なんですか。ああ、かつてこの森は水をたたえ、世界には常に明るく日が差し込んでいた。
this is how the underworld used to be like. はるか遠くの地にフィルスタも住んでいたが、お互い干渉することはなく、皆平和に暮らしていた。私の一族はここで生まれ暮らしていた。オーレン族といってな、勇猛で誠実な連中だった。リラさん、その、ごめんなさい、僕。気にするな。お前たちがそう感じ、そう呼ぶしかないというのは、皮肉でなく、単なる事実だ。それでも、やっぱり悲しいです。今は先を急ぐが、大まかにでも話しておくべきか。いいな、リラ。ここまで来て、今さら何を隠す必要もない。ここに暮らしていたオーレン族が、プリント王国とフィルフサに追われ、散り散りになってしまった。リラは門を通って、私たちの世界に逃れてきた。そこで私と出会い、門を封じる旅を始めた。以上だ。大まかすぎる気がするけど、なんとなく分かっ…ん？クリント王国？さっきのって、リラさんのご先祖様のお話だったんですか？いや、私が直に体験した私自身の過去だ。リラさんっておいくつなんですか？おい、女に年齢を聞くな、失礼だぞ。オーレン族は私たちより長生きなだけだ。だけですか。私から見ればアンペル、お前もあの世界基準だと相当な若作りだと思うわな。え、そうなの。男にも年齢を聞くな、無粋だろう。さあ、だべっている暇はないぞ。追跡再開だ。なんだかうまくごまかされてないよ。Here we are at the underworld. Okay. Temi, じかに済ませるぞ。行くよ。せい。せい。そこだ。頼んだ。お前さあ、どんどん進もう。そう、ヒエイズ。よし、あった。ナイトブルーフラワー、オーケー。Oh, about to ambush us, eh? Go! 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 Go!敵を貫け。そこだ。ワオ。次は俺の番だ。What is here activated? One down. The both down. もう終わりかよ。やっ、手短に済ませるぞ。
Hold on, let me change the formation. That's a lot of things. キノコって見た目が丸っこくて可愛いよね。Ah, ambush! Damn it! それ。そこだ。行くよ。それ。そこだ。クラウディア。クラウディア、お願い。傷を癒して。そこだ。そこだ。Everyone in Britain, you shoot.That was too close. まだまだいけそうだね。 That was way too close.Try to disengage for now. Ooh, what are these? Dark crystal fragment, okay.じゃねえよこのバカ、追いかけてきたに決まってんだろ。余計なこと。余計じゃない、分かってるんだからね。そういう無茶を私たちに見せつけようとしてるの。本当にあんたは昔から、お前こそ昔から。そうだ、お前たちランバーと出会っていないか。Rest assured. 大丈夫、
追いかけてる途中で出くわしてちゃんと安全な方に逃がしたよ。そっか。どうやら親分として最低限の義務は果たしたみたいだな。これでぶっ倒したフィルフサの上に立ってりゃ俺たちも悔しくて地団駄踏んでたところだ。ああ、結構心配したんだからね。ボースの仲間たち。あ、あなたは。そうだ、それにこの場所は。ここは私の活動拠点。彼がフィルフサに襲われてたから私が保護した。少年を助けてくれて感謝する。私は白菓子族のリラ・ディザイアスだ。勇猛無比の白菓子族、生き残りがいたのね。私は霊騎士族のキロシャイナス。あ、オッピー、キロシャイナス、オッケー。ヒロはこの誰もいなくなった土地でたった一人フィルフサと戦い続けているんだ。自分が信じる者のために自分の命を懸けるだけ、誰でもやっていること。リラ、ここは一体どういう土地なんだ。今までの門から入った場所とは明らかに違うんだ。ここは我らオーレン族の聖域、森を潤す水源地だ。こんなにここに近い門があるとは知らなかった。水源地？どこにも水なんかない。むしろカラカラに干上がってるように見えるけど。長くてひどい話をしよう。今から数百年前、水と緑に恵まれたこの地に侵略者が攻めてきた。フィルフサか。いや、門を開いて現れたクリント王国の人間たちだ。は？おそらくいくつもの異なる世界に門を開き、その中に役に立つ場所がないか探していたのだろう。そしてこの地は選ばれてしまった。以前話したクリント王国衰退の理由を覚えているか。確か王国は門の力で2つの世界をつなげて異界から珍しい資源を持ち込んだ。資源の力で王国は栄えて、門をいっぱい作ったらその門からフィルフサが溢れ出した、だっけ。そうだ、その資源がこの地全域に散在している。魔石とは比較にならない純度を持つ砂粒ほどの結晶だ。ただ結晶自体が希少な上に、水に恵まれたこの地は採掘に不向きだった。そこでクリント王国の連中はどういう方法を使ってか、この地から全ての水を奪い取ってしまった。一地方全体から水を奪う、そんなことが。おそらくは錬金術の力による現象だろうが、そのあたりの経緯はよくわからん。私は見てないけど、王国の者が渦巻く白と輝く青に全ての水を吸い込んでしまったと聞いてる。渦巻く白と輝く青。どうだみ。その情報は初めて聞くな。白と青ってのは高度な錬金術で作られた古式品なのか。とにかくこの地からは水が奪われ、王国の連中は心置きなく資源の採掘作業に勤しみ、やがて
その高すぎる代償を払うことになった。水を嫌っていたフィルッサの大軍が虫歯みの女王に率いられ枯れた川を越えてやってきたんだ。あっという間にこの地からクリント王国の人間は駆逐された。しかし結局水は戻らなかった。さっきの話から察するに古式シグを持ち去られたためだろう。全ての水はそこにとどまったままなんだ。まさかそんなことが。あとはボロボロになったオーレン族とフィルフサのストカしたこの大地だけが残された。それでも我らは長い間戦い続けた。フィルフサに怪我され変貌した故郷を取り戻すために。しかし数十年前我が白菓子族もついに敗れ私も重傷を負って敗走した。そうして残されていた門の一つから私たちの世界に迷い込み私と出会ったというわけだ。その後二人で王国の遺跡に残された門を探しては封印する旅を始めたの。ああ、全ての元凶たる門を封じ禍根を断つ、そう王連族として誓った。だからこの聖地で一人勇敢な構成を続けるお前に同胞として協力することが私にはできない。謝らなくていい。それもオーレン族としての戦い。私はあなたの戦いを尊重する。まずはオースを無事に連れ帰って。彼の心配をしながらじゃ私は戦えない。おい、すまない。責めているんじゃないし、やっかんでもいない。何も知らない君には無事に帰ってほしい。違う、そうじゃないんだ、キロ。I'm getting a feeling that boss is trying to reveal something. ボス？キロが言った渦巻く白と輝く青そのもの、俺は家の離れで見たことがある。ビンゴ。どういうこと？俺の家が村の水源として隠している。それからは常に水が湧き出していた。間違いない、あの水はここから奪ったものなんだ。私たちの村のブルネン家から湧いてる水がここから奪ったもの。Damn.しょうがないけど、やっぱりみんな考え込んでるね。うん、みんな自分が大きな何かに触ってる気がしてちょっと怖くなってるんだよ。あ、ボース、君の見たものがそうだったとしても気にしすぎないで。君が悪いわけじゃない。この地に水を取り戻す方法が見つかったのか。もし本当にそれが叶えば。アンペル、あまり器用な。起きたことを全て何もかも背負っていては潰れてしまうぞ。異界にフィルフサ、クリント王国にオーレン族、極めつけに村の水源は古式ヒグか。ボースを追いかけてきた。それだけだったはずが、いつの間にかな。
正直頭が追いつかねえよ。初めて。アンペル、お前も心をくつろげて聞いてみたらどうだ。そんなガチガチになっていたか。これがクラウディアのフルート。やっと聞けたな。遥かこの空の中、同じ祈り続けてた。君と出会えた奇跡、守りたい光が果てる。心地よい時を過ごさせてくれてありがとう。そのお礼にせめて門まで送っていく。はい、お願いします。So here we are at Kimo's camp. Let's get the hell out of here.こいつには俺でも神秘的なものを感じるな。宝石だろこれ。売って小遣いにしようぜ。でも買ってくれる人がいるか。とりあえず集めよう。取れたよ。大きい材料なら俺の剣で細かくするか。よーいしょ。ポイズングラス、エンディングラス。コピーのエネミーズ。どうせ、I need better gear if I want to. 取れたよ。これ生臭いな、もう。必要なら集めるけどさ。そのままで使っても薬になりそうだけど、ここから調合でちゃんとした薬にしたいね。Another gate after all. Lucy will be able to. 必要な時にはためらわずに行け。毒虫だろうとやり方次第だ。そう、とりゃ。Okay, I'm full.
get out of here. しないくらい強くならないと来てはダメ。それは世話を焼かせるなってことか。多分そう。ボス、レオ。これは。What is that? 綺麗な宝石。フィルフサを数多く倒した者が稀に得る戦士の証。生き抜く強さを心にくれる。キキロ、助けてもらった恩は必ず返す。水をきっとここに戻すから待っていてくれ。君がそう言うなら信じる。キロシャイナス、お前の戦いに加われないことは心苦しいが、せめて調査は急ぐつもりだ。気にしないで。近くのフィルフサはほぼ片付けた。女王の城から新たな群れが来るまで私も休むつもり。女王の城。クリント王国が本営を置いていた城が北方にある。今ではそこが虫歯みの女王の巣になってる。なるほど。そこを攻めれば大侵攻を未然に。いや、どの道我々の戦力では無理か。あまり無茶なことを考えるなよ、ビーラ。私たちにはまず先にやるべきことがあるだろう。分かっている。ボース少年の証言したものが真にクリント王国の古式秘具かどうか見極めねばな。任せてくれ。近いうちに必ず機会を作る。おうおう、なんだか妙に格好つけるようになっちゃって。茶化さないの。さあ、ひとまずお別れしよう。また会う日のためにね。うん。やっと元の世界に帰れるんだね。君たちに日の加護と月の導きがあらんことを。And we're back to our world? 暑い、眩しい。けどこれだよね、私たちの空って。ああ、ほんのちょっと出かけただけなのに帰ってきたって感じがするな。こっち側にフィルフサが入り込んでるってことはないよね。見渡す限りでは大丈夫なようだ。この遺跡もじっくり調べたいところだが、それはまた今度だな。大冒険だったね。のんきなこと。もう遊びじゃなくなったのはお前も分かっているだろう。うん、ただ思ったことはちゃんと言っとかないと。またこじれたら嫌だからね。もうこじれてないってのか。お互いこうやって言い合える程度にはなっちまってるだろ。どういうわけか。まだクラウディアに言われたみたいな喧嘩中ではあるんだろうけどね。ライザ、とりあえず僕としてはからかったりいじったりはいい加減やめてほしいかな。そんな恥ずかしい真似をするものか。誰に見せつけるでもなく、ただ一人で強くあり続けたあの人、俺は見てしまったんだから。おい、尊敬しているという意味だ。まああの人も
ボースの勇敢さは認めてくれるんじゃないの。なんせ私たちをここまで。ここから先の異界までどんどん進んで引っ張っていったんだからさ。勇敢さか。それを示すとしたらこれからだ。ブルネンケの男、いや俺自身が。お前たちおしゃべりは後にしろ。そこは門だ。最悪フィルフサが飛び出すぞ。そうだった。早く帰ろう。まったく、まだまだ世話が焼けるな。Let me head back to the atelier, right? Yes, let's go! Let's make something. Where are you going?Now we can head to Trapper Hill. Yes, let's go! よくボースを連れ戻してくれた。本当にセガレがいなくなった時はどうなることかと。やめろ父さん。ナンバー、お前もだ。すいません、ボスさん。俺、ボスさんが魔物を引きつけてくれなかったら。それでこそブルネン家の跡取り。いや、それよりも、よく無事で、無事で。イエデン息子の帰宅にしては随分な感激ぶりだね。いいじゃないか、たまにはこういうのも。ところでモリッツさん、それとボース。何かな、錬金術師殿。損壊における私たちへの言われなき糾弾はもう解消したものと考えて良いのかな。外界の魔物も実際にいたことだし。ボス、俺の糾弾が誤りだったことを認める。そうか、なら問題ないな。いやはや、その説はちょっとした行き違いで飛んだ嫌疑を。いやいや、誤解が解けてよかった。ついてはご霊息を保護し連れ帰った謝礼について話し合いたいのだが。とりあえずこの程度ではどうでしょう。これはちょっと桁が多いのでは。何を言われるやら、大事な跡取りを連れ帰った謝礼ではありませんか。それは確かにそうだが。ライザ、しばらくしたらみんなで裏手の離れに来い。頑丈な鍵がかかってて入れなかったあそこだ。俺も簡単には近づけさせてもらえないが、3日以内にはどうにかして鍵を開けておく。いいです。分かった、こっそり行くね。ああ、絶対に見つけた。
つかるなよ。And the abandoned tower has begun, I guess. Hold on, let me see the memo first. Wait at least 3 days, then head to the back of Brunnen Manor. 3 days later. 来たな。こっちだ。ついてきてくれ。ここだ。ブルネン家では湖の離れと呼んでいる。湖？泉じゃない。この光る玉自体から水が湧き出てる。湧き出た水は昔からある地下水路を通じて水源の滝として流れ落ちている。清水をあふれさせる渦巻く白と輝く青。モリッツ氏が高台の調査に激怒した理由だな。これがあの森から奪われた水なんだ。これが、この玉が村の水源だったっていうのか。今までずっと使ってた水が、信じられねえ。一体どうしてこんなものがここに。島の人たちがクリント王国の子孫だから。いや、この玉が離れに据え付けられたのはもっと最近だ。それまでに村の水源は枯れていた。水が不足してた頃は水路のあちこちを塞いだため池でなんとか水不足を補ってたって聞いたことあるよ。島はすぐ下に岩盤があってろくに井戸も掘れねえしな。ずっと昔には普通に水が湧いてたらしいが。そういえばお父さんも麦ができるようになったのはほんの何代か前だとか言ってたっけ。それまで島の人は乾きに強くて地面から水を集める空間フルーツばかり育ててたんだってさ。これは数代前のブルネン家の人間がどこからか持ち帰ったそうだ。それ以上のことは聞いていない。あの森からキロたちをオーレン族から奪ったものを抜け抜けとこんなところに据えつけて、ブルネン家は村での牽制を得てきたんだ。こんなもののせいで。あんたが、なんであんたが止めるんだ。オーレン族なんだろう。そうだ。しかしおそらくこれを壊せば即座に村は水を失う。今感情に任せて動くべきではない。リラさん、ありがとう。じゃあ俺はどうすればいいんだ。俺には何ができる。ボス、その弾を持ち帰った数代前の人の話、モリッツさんに聞くとか詳しく調べられない。できなくはないと思うが、そんなものを調べてどうする。うまく説明できないんだけど、何かをうっすらと感じるんだ。物事のつながりみたいなものかな。この玉をたどっていろんなものを調べていくうちに解決の糸口がつかめる気がする。そうだな。リラの言う通り水の問題もある。請求に動かず着実に片付けていこう。うん、クリント王国の錬金術がやったことだし、同じ錬金術師としちゃ放ってはおけないよね。そうだな。Alright. So, next up.
Oops. Head back to the atelier first. Okay. But before that, right, there's one place that I need to go first. Mm-hmm. Yeah. Treasure hunting. Didn't know there's treasure hunting in this game after all, so might as well. Let me grab some materials first. Side rally, okay. Now, back to the どこに行く? さん、手が痛むの？ん？ああ、いや、久方ぶりに門を見つけたり、水源を枯らした古式秘具のことを知ったり、錬金術師としての心が少し動いてな。それにしても、お前のあれはいい宣言だった。私の宣言？ああ。クリント王国の錬金術がやったことを同じ錬金術師としちゃ放ってはおけない。私でもなかなか言えない素直な言葉だったよ。そう言わせるだけの行動力がお前にはあるんだな、アンペルさん。やっぱり手を直したい？さっきのことを抜きにしても天井知らずに成長していくお前を見て悔しくは感じているよ。え、成長ってそうなのかな。ライザー、あまり男の愚痴に付き合うな。お前まで暗さに毒されるぞ。愚痴、せめて嘆きと言ってくれ。どっちでも一緒だ。まったくみっともない。相変わらずアンペルさんには容赦ないな。私に何かできることはないのかな。Okay, so what's next?Visit the Razen district, Borden district, and the Valence residence, then return to Atelier. Okay, that's three locations, but what do we have here? Sunflower, okay. Let me check the treasure info first.Island room tour, separate farm. どこに行くの？よし、行くぞ！No side quest.Let me do some treasure hunting for short offers before moving on to the next part of the story quest. Just keep moving forward right over here.
landmark. Okay. Right, here's the treasure chest. 何が出るかな? Gold coin and force fire earring.Uses up enhanced skill 5%, beastly power, steel protection, and skill boost. Okay. Yes, atta. Now then, first stop is Razen District. Yes.ようライザーレントまたお父さんと喧嘩ああこの程度ならなんてことないって普段は魔物とだってやり合ってんだぜ最近は結構相手ができるようになってきたしそのせいか親父の態度も妙な感じに変わっててよ妙って何が妙は妙としか言えねえがそうだな頭ごなしな感じが一歩引いたみたいな怖がってるとかあの乱暴者がまさかなでも俺が島の外を出歩いてるとか竜を倒したとか噂は聞いてるだろうしなんか思うところがあんだろうな向こうが引いてる間にどんどん強くなってやるさLet's see if there's any side quests around over here Think not Next stop is The Borden District おう、どこに行くよし、行くぞ。あれってレントとボース？喧嘩してるわけじゃなさそうだけど。おーい。ライザ。よ。珍しい取り合わせね。二人で何してるの？してるというか、話してるというか。レント！ヘック。わかってる。そう怒鳴らなくても言わねえよ。何？もしかして内緒話だったりしたの？あんたたち二人が？俺は帰る。And he's gone. Liza, 例の弾がどこから持ち込まれたか、今父さんに家路を調べさせている。分かったら連絡する。あ、うん、ありがとう。拍子抜けしたような顔だな、Liza。まあ、今までは顔を合わせるたびに。だったからねでもこんな感じの方が絶対にいいよそりゃそうだなところでやっぱり二人で何を話してたかは言えねえ男同士の義理ってやつだふん変なのでもそういうのもいいかもねごちそうさま。それじゃ、たまには家に帰って
農作業でも手伝いますか。ライザ、ちょっと聞いてもらっていい？いいよ、聞くって何を？私のフルートのこと。ん？フルート？最近はみんなの前で演奏しても肩の力が抜けてていい感じだよね。ありがとう。でもまだお父さんには話せてないんだ。ビリー、聞かせてないじゃなくて、まだフルートを吹いてることも話せてないの？うん。そこまで隠し通すのもすごいけど、そろそろ聞いてもいいかな。どうしてそこまでお父さんに隠してるの？そうだね、実はお父さんは私がフルートを吹くことに反対なんかしてなくて、私が勝手に隠してるの。え？私のお母さん、体が悪くて遠い町で療養してて、小さい頃は私もお母さんと一緒に暮らしてたんだ。フルートの基礎はその頃お母さんに教わったの。今よりずっと下手だったけど楽しく吹いてた。ん、何年かぶりに行商から帰ってきたお父さんを加えて3人だけの演奏会をしたこともあったよ。行商人さんって年単位で家族と別れなきゃいけないんだ。うん、何年か前私もお父さんと旅をする側になってお母さんを置いて対象に加わったんだ。旅に出たばかりの頃は私も隠したりせずフルートを練習してたんだけど、ん？私のフルートを聞くとお父さんがとても悲しい顔になるって。 I assume that the reason he's having this sad affliction is Claudia playing the flute is reminds him of the mother。 どうして？ 3 人で開いた演奏会を思い出させてしまうのかも。お母さんと離れてる寂しさを掻き立ててしまうのかも。Like、I said. そう思ったら私はお父さんの前でフルートを吹けなくなった。クラウディア、それからずっとお父さんに隠れて一人で練習するだけだったんだけど、ここで私たちに出会った？うん、ライザたちと過ごしてあの異界の夜、演奏を聴いてもらったみんなの顔を見て感じたの。私の演奏は人を慰めることができる。だからいつかお父さんにも音を届けて悲しさを晴らしてみせる。決意表明ってやつね。うん、応援するよクラウディア。Now that I visit the three locations, let's head back to the atelier. ねえ、どこに行くんだい？よし、行くぞ！タオ、何熱心に読んでるの？うん、ちょっと待ってね。区切りの儀礼はああやって終わりと。うん、ここんとこ家の古書を分類してたんだけど、だんだん分かってきたことがあって。へえ、分かったって何が？どうも僕のご先祖様は何かの儀式を取り仕切る役割をしてたみたいなんだ。儀式って、うん、
麦狩りのお祭りみたいな？どうだろう。お祭りそのものの記述はほとんどなくて、儀式場の補修とか管理の手順ばかり載ってるんだ。ご先祖様って雑用係だったんじゃないの？まったく、ライザにはこの知的な作業の面白さがわからないんだよ。ごめんごめん。それでクリント王国の人も神様へのお祈りとか麦狩りのお祭りをやってたの？さっきも言った通り、お祭りの記述はほとんどないんだ。ただああしろこうしろって意味の指示を出す仕草がだいたいどこにも載ってるから、これをマスターしとけば全体の理解が早いかなって。古書の解読ってのもただ読むだけじゃ済まなくて大変なんだね。Right, what's next? Wait 2 days while doing synthesis or other activities. Oh. こんにちは。お二人とも深刻な顔してるけど、何かあった？いや、フィルフサの侵入を阻むために水没坑道を再び水で塞げないか検討していたんだが、水が引いた経路と逆に漏れ出す経路を正確に調べないと迂闊に手も加えられないと結論付けた。一箇所に水を引き入れたら今度は別の道が開いたってことになっちゃ意味がないからな。 OK。 そもそもだけど、なんで急に水が引いたんだろうね。それだが、私は一つ妙なつながりを感じている。あ？つながり。理屈としては明白に思える。湖の潮流が変化し、外界の魔物が入ってきて不良が発生した。門を起動させた遺跡の崩落も、水没坑道の水位の変化も、おそらくは同じく潮流の変化によるものだろう。あとは開いた門からフィルフサが這い出てきて、それに反応して古城の竜が召喚って流れだよね。ああ、詰まるところ全ての事態を引き起こした根本の原因は湖の潮流の変化だ。理由は何だろう。というかそれも何かの一部みたいな気がする。これがつながりを感じるってこと？私が教えようとしたことを先回りされたな。以前もお前が話していた物事のつながり、それは錬金術師として万物の因果を捉える才能だ。お前もそろそろ私と肩を並べつつあるな。そんな、いきなり褒められても照れちゃうよ。Anyhow, what's the next one? 君の悪い声を出してないで、もっと励んでくれ。お前には重い責任が課せられると言いたいんだからな。古式秘具の出どころ次第じゃまた大変な冒険になる。なんてことない場所にあったとも思えんからな。そっか、なら私としては錬金術の腕を磨くのが冒険への備えってことになるよね。頑張るぞ。 Ryza's motivated. Ryza, ちょっといいか？ Okay. Now what? Ryza.お前に依頼したいことがある。依頼？私にってことは何かの調合？ああ、ここに記されているものを作ってほしい。リラさん、これって What?
昔医療施設と思われる遺跡で見つけたアンペルの腕を補助する特別な器具のレシピだ。オッケー。クリント王国の貴族や将軍が使っていたものらしい。いつかこれを作れる者が現れたら頼もうと思っていた。確かにこれなら。あ、でもリラさん、これを調合するにはいろいろ欠けてるものが。それを見ただけでわかるのか。本当に錬金術師としての腕を上げたようだな。Please tell me if you explore a new area. 調合するには欠けているものがあるのだ。だがそれは私はこの辺りでは見たことがない。実はこの辺りでは最初からないのかもしれん。え、それじゃあさすがに調合するのは。 Unless 私もそう思っていたのだが、一つ思いついた手がある。採取地調合器だ。え、採取地調合器。あ、そうか。あの中はこことは全く違う世界だ。ひょっとすると必要な材料があるかもしれん。もちろん材料がある保証など全くないが、今はこれにかけるしかない。わかった、試してみる。でも、But what? あのリラさん、称号は頑張ればできるかもしれないけど、アンペルさん当人はそのクリント王国の錬金術を頼ることに抵抗とかあるんじゃないのかな。よく見ているな。その通りだが問題ない。私が何としても説得する。しなければなら。あいつはクリント王国が錬金術で犯した罪業を同じ錬金術師として心底から嫌悪し悲しんでいる。それは少しわかるかも。だろうな。クリント王国の錬金術がやったことを同じ錬金術師としては放っておけない。お前は明快にそう宣言できた。アンペルはそれと表裏一体の裏側の気持ちにとらわれているんだ。ライザ、私はお前のような人間をずっと待っていた。あいつと並ぶ才能を持ち、心の表を示せる錬金術師を。リラさん、わかりました、やってみせます。頼む。あいつは長い間重荷を背負い続けている。助けてやらなければいけないんだ。